彼の故郷の中心にあるメモリアルストーン。スイドウィンスチェチンとコシャリンの街の近く、ポーランドルードルフルートビヒカールフィルヒョウは、ドイツ人の医師、病理学者、戦士学者、生物学者、政治家。白血病の発見者として知られる。生は、ウィルヒョウ、ビルヒョウなどと表記することもある。プロイセン王国、ポンメルンのシフェルバイン生まれ。 ベルリンにあったプロイセン陸軍士官学校で医学を学び、1843年にベルリン大学で博士号を取得して、1847年にプロイセン陸軍士官学校の教授に就任した。2年後に政治上の理由により、ビュルツブルグ大学の教授に就任して、そこで解剖学を研究した。1856年からベルリン大学で、 病理学の教授を務めた。彼の法則で最も有名なものは、すべての細胞は、細胞から生じるというもので、ラテン語のモットー、オムニスセルライセルラとして知られている。これは、すべての生命でなく、特定の細胞やその細胞のグループしか病気にならないという彼の発見とつながる。彼は、細胞病理学、比較病理学、人類学の基礎を作った。 また、彼の死後になって確立された、上脈血栓症の形成に関する三つの要因は、彼の名を冠して、ウィルヒョウの三要素と呼ばれている。晩年は保守化し、ベルリンで、病理学の法王として君臨した。ことに、センメルベイスイグナーツの消毒法に対する、初期の反対者の一人でもあった。当時最大の病理学者であるフィルヒョウの反対は、影響力が大きく、 センメルベイスがウィーンからハンガリーへ去る、原因の一つを作ったと思われる。彼はまた、医療はすべて政治であり、政治とは大規模な医療に他ならないと宣言し、公衆衛生の改善を強く訴え、ベルリンに近代的な上下水道を作るために、政治家として働いた、プロイセン王国会議員、大秘議会議員、ベルリン大学附属病院のシャリテーのメンバーでもあった。 リベラル政党進歩党の共同創設者兼メンバーとしてビスマルクの政治的な敵対者であった。医学教育に関しては、医学教育は、生計を立てる方法を医学生に提供するためのものではなく、地域社会の健康を確保するためのものですと述べている。1869年、彼は人類学、民族学、戦士学の学会を設立した。このことは、 ドイツの考古学調査を調整し、発達させることに非常に役立った。1884年、彼は、ロンドン王立協会の外国人会議に選出され、同協会から1892年にコプリメダル、1893年に、クルーニアンメダルを授与された。1898年、ヘルムホルツメダル受賞。1902年9月25日、 ベルリンで死去。80歳没。ズデン・ウィルヒョウ、リーチ・チライブン、バドイットン、デフィニションズデン・オンライン・ハット・ブロットマン、DJ、エトール、ウィルヒョウ、エストライアドリビジテッド、サザン・メディカル・ジャーナル97、2004、213から214、カワチアイケネディ・ビー・ザ・ヘルス・オブ・ネーションズ。 ホワイイニコーリティーイズハームフルツーユアヘルスニューニュープレスウィルヒョールドルフルートビヒカールレコードザロイヤルソサエティ2011年12月11日閲覧ありがとうございます